にちは。こんにちは。したら今日がカットとカラーだと思うんですけど、はい、じゃあ今日カットから一緒に決めていってもいいですか。はい、お願いします。お願いします。なんかどんな感じがいいかなとかありますか。なんかレイヤー入れたことないんですけど、ちょっと気になって挑戦したくて、でも入れすぎるのはちょっと怖いんで初めてなので、あんま入れすぎなくてちょっと動きが出る感じのヘアスタイルにしたいです。了解です。はい。そしたらこうレイヤーって上に段ができるんですね、うん、で動きが出て可愛いスタイルなので、はい、ちょっとそこの差があった方が可愛いと思うので、はいはい、あんまり下は切らないであげて、はい、で上にちょっとこう動きが出るような感じにしてあげるとすごく入れたなっていう感じが出つつ、ウルフカットみたいにちょっとこう扱い難しいかなみたいなレイヤーにはならないと思うので、イメージはこの顔周りとかにしっかり動きが出て、はいはい、後ろに行くにつれてちょっと段が減っていくような感じで、はい、その感じがいいです。了解です、はい、このままカラーもちょっと決めたいんですけど、はいはい、今日はどんな感じがいいとかありますか。私赤みが結構出やすい髪質なので、うん、赤み消すのでけどくすんだ感じは嫌なんですよね、うんうんうん、若干多分今だとこの明るくなってる部分とか多分ストレートが昔ねかけたよっていうのを前に言ってくださったと思うので、はいはい、ここら辺は赤みが出やすいんですけど、はい、こっちは少し今黄みもあるんですよ。うん、なので赤みを抑えようとしてアッシュとかオリーブとかを入れすぎると、うん、やっぱちょっとくすんじゃうと思うので、うん、そこは僕がちょっといい感じに混ぜて、はい、あんまりくすまないように、はいはい、でも赤み出ないようにさせていただきます、はい、お願いします。 OK です。じゃあ最初カラーからやっていきます、ね、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、今日はカラー剤はメインはアッシュで作ってるんですけど、アッシュだけだとやっぱりくすみすぎちゃったりすると思うんで、ちょっとグレーとあとは黄みが強かったのでバイオレットを混ぜて、全体的に少しアッシュが出すぎないでグレーになるようなイメージで作ってます。でストレートの履歴があって、そこがやっぱりアッシュとかだと濁りやすいので、ちょっと毛先は後でブラウンとクリアを混ぜて、クリアだけで薄めるとそれでも濁りそうかなと思ったので、ちょっとブラウンを混ぜてなるべく濁らないように作っていこうかなと思います。じゃあ塗っていきます。お願いします。はい、最初は目元のさっき言ってたストレートをしてない部分はちょっと赤みがまだ強いので、そこは少し赤みを取れるような薬を多めに入れていて、ストレートをしてる部分はちょっと暗くなりやすいのでくすみすぎないようにちょっと薄める感じで塗っていこうかなと思います。お願いします。グレーっぽくなるようなイメージで作っておりますので、はい、なかなかブリーチをしてないとね、ちょっとこ う, そうなんです、ね、できないイメージが強いと思うので、可能な限りちょっとグレーに近づけるイメージでやっていきましょう、はいはい、基本的にはちょっと加減法っていうのがカラーでは割とあるんですけど、例えばじゃあ8トーンぐらいにしたいと思った時に、8トーンの色を使うのと6トーンと10トーンを混ぜて、うん、1対1にした時に意外とその6トーンと10トーンの方が色が綺麗に出るみたいなのが、まあ、あるんですね、カラーだと、なので今回もトーン数でいうと10から11ぐらいで割と明るめなんですけど、使ってる薬は本当に12、13ぐらいのちょっと明るめの薬に濃いアッシュのものみたいなものを入れているので、ブリーチって1回明るくしてその後色入れるんですけど、それのもっと差がないバージョンみたいなのを1回のカラーでやってるみたいな、わかりやすいイメージでやっているので、何種類か混ぜてるように見えつつ色味はそんなに入れてない。結構やっぱりグレーっぽくしたいなっていう、そのアッシュを濃く出しすぎたくないなっていうのがあったので、グレーって本当にブリーチしてないと無理に近いなっていうのがあると思うんですけど、そこを菅さんっていう方の見て、ちょっと使ってる薬が全く一緒とかではないので、自分の中でこう練習してやってた時に根元の部分が少し茶味が強い方とかでも一回明るくして色を入れてあげることでなるべくグレーに近づけられるなっていうので使いました。じゃあ流します。お待たせしました、はい、お願いします。お願いします。じゃあまずは最初に言ってた、はい、レイヤーの部分を切っていくので、はいはい、一旦長い毛ちょっと前に出します、はい、失礼します。
とガイドといって、はい、一番短い毛を作っていきます、はい、一瞬前見てみて、はい、ここに今短い毛作った、はい、で、つなぐイメージ、あー、はいはいはい、からこうなっていくイメージ、この時につなぎながらも逃がすような感じで切っていきます。で、濡れてるとちょっと分かりづらいんですが、こういう感じでちょっと階段みたいな感じに段が入ってます。で、少し後ろの方からは、ブラントって言って、ちょっとパツッと切っていくんだけど、どっちかっていうとこのストレートをかけてて毛先がちょっと細くなってきてる感じが、ここにやっぱ厚みがなくなっちゃうと、なんかレイヤー入れたことでちょっとなんかスカスカにされたなみたいな感じになっちゃうとやっぱり可愛くないので、一旦厚みが出るように、でここからちょっと上の方を切っていくので一旦ちょっとグイッと引っ張ります。この時にもさっき言ったみたいに後ろの方を長く残したいんですよ、はいはい、後ろまでがっつりレイヤーを入れたくないので、ここで若干前に引っ張ります。で、若干今から角も落としはするんですけど、さっき言ったちょっと逃がしながら切るっていうのに近くて、角が残ってるとつながりがあって柔らかいスタイルなんですよ。なので巻いてすごいこうやってんなっていう感じが出づらくなるというか、風になびいても可愛いなみたいな感じの雰囲気になるので、最近ってゆる巻きとかの方が多いと思うので、逃がしながら角を切ってる感じですね。簡単にできるって、そうなんですよ、最高ですね。女性のヘアとかだと硬くならないのがすごい僕的には大事かなと思うので、今日は本当に若干今レイヤー入れたぐらいなので、はい、一旦乾かして見ていきましょう、はいはい、お願いします。ありがとうございます。可愛い。ちょっとねこうつけた時にグレージュっぽい感じ、あ、よかったです。いい感じですよね。で、最初ちょっとあのカラー剤を説明した時に、はい、10から11ぐらいっていう数字を言ってたんですけど、結構明るい色なんですけど、アッシュグレーって暗くなるんですよね、結果的に明るすぎないというか、明るすぎないし暗すぎもしないし、うんうんうん、絶妙な、よかったです。ちょうどそっから少し量を取ったりして調節をしていきます。本当に今ちょっとベースって言って、まあ、量とかを取る前に乾かした状態で整えたんですけど、結構もう綺麗になってますね、うん、綺麗。まあ、頭の角度によって出てきてしまう毛があったりするんで、はい、お客さんってこう上向いたり下向いたり、うん、横向いたり、うん、いろんな方向を見ると思うので、はいはい、その時にもちょっと綺麗に見えるように、あとちょっと自分で巻く時になんか簡単に可愛くなるなっていうのをやりたいので、うん、もみあげの部分も C シェイプをして、うん、内側をちょっと削ってあげます。するとあのここに遅れ毛ある人っているじゃないですか、うんうんうん、巻いた時にこうやって動きが出て、うん、さっきレイヤーを顔周りしか入れてないんですけど、はい、ここら辺にもやっぱ短い毛があるとちょっと可愛いんですよ、ね、うんうん、なので本当にもみ上げの毛だけ少し短くするようなイメージで若干中を削る。すごい、でも朝すごい楽になりますね、うん、そうなんですよ。これだけでもねちょっとこう柔らかい感じが透け感ってると思うので、確かに顔周り重いの気になってました。なんでかっていうと頭って本来全部生えてる毛通りに下ろすとこうなっちゃうんですよね、放射状態で頭も悪いんで本当はこう落としたいんですよ、はい、でも邪魔じゃないですか、邪魔ってやると本来ここに痛い毛をわざと前髪のためにずらしてるんですよ、うん、でもこの毛って本来こう落ちたいんで、うん、みんな落ちたいところにいるんですよ、うん、でもこの子だけ落ちたいところじゃなくてこっちに落とされてるやってる自分で無意識にここだけ重くなるんですよね、重なっちゃうところ、ね、そこはやっぱり反対側に引っ張ってあげて、まあ、角だけ落としてあげる。反対側に引っ張るのが一個僕のすごいこだわりがあって、今日のスタイルは前が短くて後ろちょっと長めに残してます、はい、ってことはここですら前が短くて後ろが長い方が綺麗なんですよ、ってなると実はこっちに引っ張ってあげるとそうなるんですね、というのが細かい実はこだわっております。すごい。エアーの金丸さんも全く同じことをやられてて、実は僕も取り入れさせていただいてます。ハサミをちょっと今回は変えるんですけど、はい、これは変な言い方をすると
切れづらいハサミなんですよ。逆に言うとパツッと切れない分滑るから、うんうんうん、今みたいに間を取るようなカットがすごくやりやすくて、はい、レイヤーを入れた時にお客さんが適当に巻いて、うん、適当にオイルつけて、うん、束出たら楽じゃないですか。楽楽ってなった時にやっぱりカットで作ってあげたいなっていうのがあって、うん、ここはやっぱセニングって言ってすきばさみだと全部が均等に量取れちゃうんで、うん、ここに束出したいなっていうのができないんですよ。これセニング2本目をちょっとこう前髪とか、はい、顔周り用で細かい作業がしやすい、はい、1回切ってバシッってやって、うんうん、なくなっちゃったら嫌じゃないですか、はい、だけどもう少し軽さ欲しいなとか、うんうん、小顔に見えるようにしたいなとか、うん、時に使うハサミを実は持っているので、なんかそういう道具とかもね一つ一つでこだわりだ、お客さんの要望に、はい、あでもめっちゃいい感じですね、なんかちょっとね顔周り、はい、ちょっと今日は、本当に初めて入れたので、うん、超簡単なやつをやってもいいでしょうか、はい、まあ、大体耳の前ぐらいですね、はい、全部持ってもらっていつもよりは気持ちちょっと前に出すイメージで、このまんま内巻きをくるんって入れてほしいです、うん、基本はそう全部全然、はい、一発内巻きだけで OK です、はいはいはい、で大体この頭の半分、後ろ半分、うん、パカッて分けたらこれもう一個半分してください。前に持ってきて、うん、同じ内巻き、これもへこれだけだったら今のところできそうですよ ね、 ねできそうできそう。で特にこれぐらいの長さの子とかだったら、うん、ギリギリ前に持ってこれると思うんで、うんうんうん、多分普段がやっぱり結構負ける子だとは思うんですけど、まずはこのレイヤーっていうのに慣れて、はいはい、なんか意外といけるなって思ってほしいので、うんうんうん、内巻き内巻きだけ全部入れていきます、はい、ちょっとだけ、うん、この小手がさっきみたいに縦になるイメージでやると、はいはいはい、一発で全部巻けるので本当だ、難しかったらこことここでそうやってみてください、はいはい、でなんと後ろは終わりですもん。早でここ、うん、ここはいつも通り巻くんだけど、うん、みんなこうやって巻くじゃないですか、うん、で結構利き手側が難しいなっていう人が多い印象です。こっちでしょ。そう、まずパカパカをこの鏡と向き合ってるというか、あ前に出す感じ、はい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 、で挟む、うん、前に動かす、もう巻かない。あ、へえ、これそれだけ。こっちに視線と僕を今これお客さんに全部やってもらってて、うん、これで今みんなうまくいってるんですよ。なんでそう、からうまくいってるかっていうと、スナップ効かせると結構その日の運に左右されるんですよ、ね、あー時間ね、そうね、確かに確かに。そうでも僕がやってるのって挟んで巻かない、前に引っ張るだけ。ほんとだ、すごい。できそうじゃない、これできそう。ちょっとせっかく美容師さんが見てくれるようなコンテンツなので、うん、原理を言うと左に流したい前髪の時って右に引っ張って切るんですよ、はい、そうすると戻った時に左に流れるんですよ、うん、っていうのと実は一緒で、前に引っ張ってるから後ろに行きたくなるから、不思議、髪の毛って。で最後にこの切った毛、あ、はいはい、ここもね可愛く切ってるんで、本当に何巻きでもいいんですけど、うん、あえてごめんなさい、今日はちょっと内巻きで、はい、全部内巻き、はい、結ばなくても結構見えるんですよこの毛って。見えますよね。そう、うんうん、なのでできたらやっぱ巻いてほしいですね、うんうん、でオイルつけるときはやっぱりこう下から上につけてあげる、はいはい、女性だとこう上からつけたくなっちゃうんですけど、うん、外からつけちゃう。そうすると意外と上が結構ベチャって重くなっちゃったりとかもするので、うんうんうん、意外とこの下の方からちょっといっぱいつけてあげてほしいです。で前髪はこの毛先の先だけつけてあげて溶かしましょう。でちょっとこうオイルをワシャワシャってつけて、人に2番って持ってってあげた時に、意外となんかこの辺に外羽の毛とかができるんですね。うんうんうん、うちだけじゃなくてってことですよね。そう、なんか意外と全部バーって適当にやってもいろんな方向に行くので、全部内向きしかしてないんだけど浮遊感みたいなのがあって、うん、ふわっとしますね。そう、可愛いかなと思います。確かに。そうで、こういう感じでちょっと上に段があったりとか、顔周りに動きが出てきたりとかっていう感じがすごく可愛いんじゃないかなと。すごい。本当になんかわざとこれぐらい全部が揃ってない感じ、うん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 、さっき言ったみたいにこっちは内巻き、ここは外巻きとかになってるんだけど、はいはいはい、これぐらいがすごい可愛いかなと思います、はい、でやっぱりモデルさん自体が細身でお顔もちっちゃくて、うん、でスタイルも良くてってなるので、やっぱりちょっとこの A ライン感、あ、ここにボリュームが欲しいなっていう感じ、なので元々の髪だとペタッとなりやすいけど、うん、巻きでカバーをしてくれてたんですよね、やっぱ、うん、こう広がりを。そうそうですね。今回はこのカットで作ってるので、なんかより
やりやすいかなと、うん、確かに楽ですね、とっても。本当に内巻きだけでできるね、こんな簡単にできるなんて。ありがとうございます。はい、今日はモデルさんが、初めてレイヤーを入れるっていうことだったので、いきなりかなりレイヤーを入れるとモデルさん自身もセットができなかったりとか自分で扱いづらいっていう風になってしまうので、今回はエアの金丸さんがやっていた簡単にできる本当に顔周りに対してレイヤーを入れるような技術を勉強した部分を活かさせていただきました。実際にやっぱりお客様が持ってる悩みに対して自分が学んだ技術の中で必要なものを選んでいくっていうのが本当に今1ヶ月経ってみて次の段階なのかなと感じています。カラーは菅俊介さんの、ブリーチなしでできるグレージュっていうのをイメージして作らせていただきました。赤みを出したくはないっていうオーダーに対してどうしてもくすみすぎたくもないっていうので、アッシュに対してパープル系を入れるっていう部分をしっかり学ばせていただいて、その上で自分の中でもいろんなカラー剤を試してみて、今回やったストレートがあっても透け感があって暗くなりすぎないようなカラーを作らせていただきました。モデルさん自身もすごく喜んでもらえましたし、巻きも本当にダッカールも使わないかったり、自分でもやりやすいようなのがお客様自身にも伝わったのかなと思うので、今後ももっともっといろんなお客様の悩みに対して自分の答えられる幅を増やせるようにもっともっと勉強していろんな技術を身につけたいなと思います。